縄独特限定のデザートってありますかっていうリクエストがありましたので、デザートではないかもしれない、沖縄の食べ物、4種類用意したのの紹介、あんちゃんが選んだチンスココーヒー味。普通のチンスコはみんな多分分かると思ったから、私食べたことないから、チョコチップ入ってる贅沢カフェタイムコーヒー、楽しみ。カフィー、カフィー。次、ずっと昔から気になったんだけど、天使の羽、確か記憶では塩せんべいを焼くときに、作るときに塩せんべいの周りにはみ出ているふわふわしたやつ切れ端みたいな、切れ端みたいなので、昔聞いた記憶があるんだけど、一応塩せんべい屋さんが作ったお菓子です。私もこれ食べたことない、めっちゃ軽いんだよ。 30g、 お子様のおやつによし、ビールのおつまみによし、お料理の具材によし。これにカレー粉かけたり七味かけて食べたりとか、ご飯に混ぜておむすびにとか、クリームスープに入れるとか、ハンバーグや野菜炒めの具材として、野菜炒めだったら風みたいな感じかな。次、あんちゃんが選んだ黒糖ポーポー。ポーポー食べたこと多分ないと思うんだよ。私もないと思う。あるかもしれんけどさ、小学校調理師とかであるかもしれないけどさ、どっちも私たちが食べたことないので、食べたことない。沖縄ワンクレープって書いてあった。で、最後は楽しみ、お家で作ったやつだけど、自分の大好きな平屋地サービス作りました。ご家庭によるけど、丸く、それにチヂミみたいに焼く人もいると思う、沖縄チヂミ、沖縄風チヂミ、自分はなんていうの、くるくる巻きでした。だからポーポーと一緒じゃない、丸いでしょ、自分の卵焼きみたいに。甘いか甘くないかじゃないかね。今日はニラ入りを1個作りました。これも家庭によると思うけど、ニラだけが入ってるところもあれば、ニラとか人参入れてるところもあるし、ネギ入れてるところもあるし、シーチキン入れるところもある。自分は何も入れないのが好きだから。で、なんかつけたりつけなくてもいい、醤油かソースどっちかに七味入れてつけて食べる人もいる、うん、うちなんちゅなのに馴染みのないものばっかりが並んでるって。ひれあち作るのもさ、2パターンあるってば。前この飲み屋で働いてる時にさ、ひれあちの話になってからさ、卵入れる入れないっていう話だったわけ、自分卵入れる派だったで、もう一人は卵入れない派だったわけ。自分は卵入れる派だったからさ、お互いじゃあ作って持ってこようってなってからさ、食キャバクラだよ、料理対決、従業員でこれ作って持ってきてからさ、卵入れだったらもちもちしてるわけ、見た目が、見た目が。卵なしだったらテカテカしてなかった、白っぽいやつ、うちの我が家はおばあちゃんが卵入れてたから。ご家庭による、ご家庭による作り方は、ご家庭によるクックパッドで平屋ちってやったらさ、二十何件ぐらいできた。じゃあ実食、じゃじゃんじゃじゃん、ニラバージョン、じゃあいただきます。もう大丈夫だと思います。何もつけなくてもいいぐらい濃いってよ、もっとパリパリしてる。あれも平べったく全然からしょ、薄くてパリパリしてる。前食べてごらん、小麦粉しか食べてないのと一緒だよ。卵も入ってるよ、だしの素、塩も入ってる、デブの素。おばあちゃんもこんなだけ、結構もっちりじゃない。どっちがいい、ソース、むにゃむにゃのお好み焼きと思うって。あれ食べないんだよね、捨てた方がいいかな。さらに味くさ、あんちゃんが1枚の半分食べてるのに自分2枚食べてるデブの素これはこれも甘い匂いがするから、あれとは違うね、この生地知ってるよ、軽いね、バナナオムレットの、あの生地じゃない、ね、ふわふわ具合が、ここにバナナ挟んでると美味しいんじゃない。普通にさ、ポーポーっていう名前じゃなくてさ、そういうオムレットみたいな名前にしたら西洋のデザートじゃない、普通に、みやみ、この中になんか中入ってるのもあるよね、ポーポーでね、クリームとか分厚いクレープみたいな感じかな。東京バナナの生地に巻いてるはもっとあれかな、ふわふわ。塩チンスコがお好きです。塩かプレーンがいいな、私も。バリスタ焙煎ブレンド豆使用、コーヒーの匂いするね、サクサク、これはラードだからサクサクなんだった、普通のと違うよね、他のチンスコとは違うね、あのオリジナルの、なんか違うお菓子だねこれね、普通にクッキーじゃない、軽いね、
昔これがチンスコじゃないんじゃない？チンスコじゃない、うん、はい、ちょっと楽しみにしてた。コーヒー食べ物に見えないんだけど、うん、わた、うん、わたわた、うん、ティッシュぐちゃぐちゃにしたのにしか見えないんだけど、濡れたティッシュを広い乾かして広げたぐらい。そう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 、でも柔らかいね。もっと塩かけて。ふわっかサクッと思ったって、うん、これ多分1分で食べれるはずね、全部ね。油すごいはずね。ティッシュ食べてるみたいってよ、うん、ヤギみたい、うん、ヤギねえ、うん、乾かしたみたいな。ああ初めて食べたね、うん、ねえスイーツかな。あ、スイーツじゃん、ちょっとじゃん。ポーポーはスイーツだったかもしれない。うん、ポーポー意外と美味しかったな。あ、ほんと？うん、チナンチナンに食べたことがないのがあると面白いんじゃない？うん、お土産コーナー全然わからんのいっぱいあるよね。うん、普通のチンスコは食べるけど、買ってまで食べないな。買ってまで食べない。なんかもらって食べる。そうそうそう、もらわないと食べない。ブルーシールアイスクリーム食べたいけど、ひと夏に1回食べるか。何年に1回しか食べない、うん、こんなのもたまにはいいかもね、うん、沖縄にしかないパンやりたい。パンスーパーのパン、ああデブラパンとかってことみたいな、うん、いつか全財取る、うん、またまたやるかもしれない、うん、他に見つけたらやる、うん、限定持ったらさ、もうあの有名どころのさ、うん、ハイチュウとかさ、プッチョとかあってさ、うん、あんなのがいいのか。内地にもあるけど沖縄でしか売ってないの、うん、いいのか。シークワーサー唐揚げ、うん、ローソン、うん、果汁が2倍のシーカーちゃん、いいんじゃない。ピコンハピコンハ、じゃあこれからもやっていこう。リクエストありがとうございました。じゃあまたね、バイバイ。めえめえ